華麗に舞う踊り子たちを照らすのは車のヘッドライト。実はここ自動車の教習所なんです。高知市本宮町の鏡川高知自動車学校ではよさこい祭りが中止になったことを受け、踊り子のために去年からよさこいイベントを開いています。今年は旅芸人をはじめ教習に多く訪れている大学生などで結成された4チームが招かれました。よさこい祭りと同じく元気な笑顔やキレのある舞を披露する踊り子にはメダルが。メダルとかもらえたり、この自動車でのライトアップとかがあったりして、本当に本祭みたいな気分を味わいました。めちゃくちゃ楽しかったです。もう本当に最高な時間でした。観客はいませんでしたが、寒さを感じさせない演舞で会場は熱気に包まれていました。